木村慎太郎は日本の陸上競技選手。専門は短距離走。奈良県四季郡三宅町出身。奈良県立添上高等学校から早稲田大学を経て、現在はアシックスに所属している。四季、下中学校3年だった2002年に全日本中学校陸上競技選手権の100メートルで優勝した。 10月のジュニアオリンピック陸上競技大会のガン子100メートルも11秒03で優勝し、2003年2月の日本ジュニア室内陸上競技大会の中学60メートルも6秒95の大会記録で優勝した。添上高校3年時にはインターハイの100メートルで2位、国民体育大会の少年 A100 メートルで4位。 日本中にア室内の60メートルで優勝を果たした。2006年に、早稲田大学に入学。2006年の大学1年時には、日本インカレに出場したが、100メートルは11秒 09? の予選3組7着で敗退した。400メートルリレーは、予選で1層を務めて、決勝進出に貢献するも、決勝は出番なしに終わった。2007年の大学2年時、 6月の日本インカレ100メートルは10秒78の準決勝2組3着で敗退し、初の決勝進出はならなかった。しかし、400メートルリレーでは、予選で3層、決勝で1層を務め、2位入賞に貢献した。9月の全日本学生陸上競技チャンピオンシップ100メートルは10秒42で優勝を果たした。2008年の大学3年時には、6月の 日本学生個人選手権100メートルを10秒38の自己ベストで優勝すると同月の日本選手権の100メートルでは塚原直樹、朝原信春に次ぐ3位入賞を果たした。9月の日本インカレ100メートルでは初めて決勝に進出して5位400メートルリレーでは1層を務めて優勝した。 同月の総形体降陸状況議会4200メートル、リレーではアンカーを務め、江口忠だらと共に1分22秒67の日本記録を樹立した。2009年の日本選手権100メートルでは予選で自己ベストの10秒21を記録した。決勝でも江口に次ぐ2位になり、世界選手権の代表に選ばれた。8月の世界選手権では2次予選のスタート前に、 遅延行為で警告を受け、10秒54で敗退した。9月の日本インカレでは、100メートルで、襟口正しに次ぐに四400メートルリレーは決勝のみ出場し、2層を務めて、連覇を達成した。12月の東アジア大会では、100メートル、400メートルリレーでともに、銀メダルを獲得した。年は、日本選手権メートルで位に終わったが、 IAF コンチネンタルカップの400メートルリレーでアジア、太平洋の4層を務め2位に入った。全日本実業団選手権を制した後、10月の国民体育大会でも10秒31を記録して優勝した。2011年5月のゴールデングランプリ川崎に出場し、100メートルは10秒54の4位、400メートルリレーでは、 日本 A チームの2層を務めて38秒78で優勝した。9月の全日本実業団選手権100メートルでは、塚原直樹に次ぐ2位に終わり連覇を逃した。10月の国民体育大会青年100メートルでは、決勝で10秒27を記録して4位に終わった。2012年、6月の日本選手権100メートルには2年ぶりの出場を果たし、10秒55の7位に終わった。 9月の全日本実業団選手権では、100メートルは11秒31の準決勝1組8着、200メートルは22秒29の予選3組6着で敗退した。2013年6月の日本選手権100メートルに出場し、10秒56の予選2組5着で敗退した。2014年6月の日本選手権100メートルに出場し、 10秒54の予選2組到着で敗退した。同月28日の大阪選手権100メートルに出場し10秒95の予選3組到着で敗退した。その日の夜に大阪選手権を最後に競技生活から退くことを自身のツイッターで明らかにした。10月12日の所沢市選手権で引退記念レースが行われたが、 写真判定機故障のため記録なしに終わった。ありがとうございます。